一瞬だけ配信するね。ガチ一瞬だけど、もう家出ないといけなくて、私激早レッスンだった。激早デーだった。なんかさ、めっちゃさ、なんか天気良さげに見えるけどさ、寒いんでしょ。マジ腹立つよな。マジマジムカつくよな。この青空見せといて寒いっていうね。ふざけんなよ。間違えた。なんか雪がやばいらしい。なんかママから写真が送られてきてた。なんかね、なんかタイヤ交換してないんだけどどうしようみたいな LINE 来てた。タイヤ変えてないんだけどどうしようみたいな、どうしようみたいな。どうしようって言ってもね、どうしようって言ったところでさ、電車とか通ってないからね。うちの実家の家の近くは電車とかないからさ、別にどうしようって言っても歩くしかないんだけどさ。マジつれーぜ。なんなんかありがとう、サウラさんありがとう、シャーさんもありがとう、ありがとう、コバーさんありがとう、ありがとう。で最近さ、ヘアアイロンでさ、服のシワ伸ばしてんのやばくない？普通にめんどくさすぎて、めんどくさすぎて。グッドラックありがとう。意外とね、いけんのこれで。暑いけど、暑いけど、暑いけど。アロンありがとう、リーマーさんありがとう。早起きっていうかさ、私がさ朝7時でこのさ完璧なビジュアルなわけないでしょ普通に。ありえないから普通に。寒そう。でか昨日さ、普通に半袖の上になんか一枚ジャンパー着て外出たら寒すぎて死ぬかと思った。寒すぎてちょっと待ってみたいな、ちょっと待ってみたいな。クリマさんありがとう、ユージさんありがとう。マジやばい、雪やばい、雪マジでな、マジでなんか寒いんだって。やだ本当に。え、でも私ね、今日ね、午後級レベルで、午後なんもなくて朝早いからガチで、ここから一人でディズニー行くかちょっと迷ってんの。でも寒いからやだね普通に。ちょっと行こうかなと思ったけど、寒いぜ。今日めっちゃ寒い、札幌レベルやばいじゃん。え、どうしよう、休もうかな、間違えた、冗談でございますけど。え、何着ればいいの、こういう時、こういう時何着ればいいの。ないんだよ、だからジャンバーが。こういう時に着るものがないんだよな、薄っぺらいやつしかないんだよな。やだ、今日はね定期公演のリハなんですけど、第1回目のやばいでしょ。よいしょ、なんか髪の毛黒く見えんの謎だね。やだ、あいか、タイヤやばそう、タイヤやばいのかな。明日はもっと機嫌が悪くなった。それはそう、それはありえる普通に。だってさ、寒いんでしょ、私許さないからね。冬の寒さを許さないからね私。もう会社ですが寒いです。待って、かわいそすぎる、かわいそうすぎ。もっとさ、ありがとう、ありがとう、ちゃん、ありがとう、ありがとう。
ありがとう、ありがとう。察しました、やばい。そうだよ。でもね、そう、昨日午後2時まで寝てたおかげで、あの、私いつもオールするとき3時とかになったらこう眠くなってくるんだけど、今日は全然大丈夫だった。今日は全然余裕で起きてた、余裕で起きてた。今日はね、余裕だった。だって12時かも寝たもん昨日。やばくない？やばい、やばいの。私のさ、先週やばすぎてさ、先週なんかもうほぼ寝ないみたいなね、あの鳥みたいな生活してたからさ、あの本当に12時間寝たらもうなんか1週間分ぐらいの睡眠になってるのかもしれない。私もショートスリーパーみたいな人生になりたいんだけど、ちょっと厳しそう。寝ないで生きれたら幸せだよね。24時間いろんなことに時間を使えたらいいなって思うけど無理だ。久しぶりに来ると、おはよう。えらいね、朝早くて無理だよ私。なんかもうでもここまで早いと寝なくていいからいいんだよね。あの9時に家出るとか絶妙なやつが一番だるいの。あれが一番無理。なんか9時に家を出るとかだとさ、ちょっと寝れそうだけど起きれないみたいなのが一番だからさ、この7時半に家を出るとかが一番いい。寝なくていいから、開き直れるから。ディズニー行きたい。ディズニー行きなー。私一人ぼっちなんだけど一緒にどうですか。マジ寒いけど普通に、どうしよう。本当に寒い、本当に寒いし、なんか意味不明行動すぎて涙出る。本当に寒い、どうしよう。本当に寒い。何よ、何着てけばいいんだろうか。あわし、ありがとう。こばあし、ありがとう。仕事しに行ったらそんなに涙出る。いってらっしゃい。締め切り5分前にできこえますけど大丈夫。え、土曜日、土曜日って何とかって言ってたよ。マジで目当たってほしいな、そんなわざわざさね、打ってあげてくれちゃって当たるといいなって願ってるんですけど。え、今何時？やばい、普通に9分だった。やばい、何もやばくない何もやばい。でも私はもう家を出ないといけないんだった。違う違う、まだなんだけど、なんかさ、あの銀行に行きたいんだけど、なんか家の近くにないから、あのちょっと遠回りしていかないといけない。やだな、朝の電車混んでるだろうな、通勤ラッシュでしょ絶対。今通勤ラッシュなおの人とかいないの？通勤ラッシュ無理か。通勤ラッシュって本当にね、あのスマホ触れないからね。知ってたみんな、通勤ラッシュでさ、ぎゅうぎゅう詰めてもさ、別にさスマホ触れればいいじゃん。でもスマホ触れないからね、通勤ラッシュって地獄だからね、あれ普通に地獄だからね、本当にスマホ触れないよな、涙出る普通に。あれさ、ここまでさ、こうぎゅうぎゅうになってさ行くじゃない、ぎゅうぎゅうになって遊びに行くならいいの今さ通勤ラッシュにさ人と人に挟まれて動けないから辛いけど、辛いけど、電車降りたらもう遊べるとかだったらいいけどね、降りて行く先が仕事なのが本当意味わかんない。そんなわざわざさ嫌な思いをさしてまで行く先がさ学校とかなのが本当意味わかんない本当に意味わかんない。やばい、朝から切りすぎだわ。ちょっと私ちょっとなんかいい話したい、いい話したい。なんかね、一昨日の月は綺麗だった、すごい一昨日の月は多分満月だった、知らないけど一昨日の月はめっちゃ綺麗だった。昨日は見てない。一昨日の月はマジで綺麗だったよ。でも私
月はちょっと iPhone では撮れないから。え、てか私最近ね自撮りが漏れないの。なんか自撮りが全然漏れないんだよね。なんかカメラが古すぎる、カメラが古すぎるのかもしれない。月も撮れないし、月もなんか変ななんか蛍光灯ぐらいになっちゃうし、なんか写真に収めるとカメラが古い、カメラが古いんで、やっぱりちょっとなんかスマホ中2の時に買ったからもうそれ買いたいんだけどみたいな。みたいなね。たまにありがとう。ありがとう。ひなさんありがとう。ありがとう。ダメなの、あ、そういうことか。そういうことか。そうだよね。田舎だから触れる。あ、本当に。え、でも9時とかでも無理な時無理じゃない東京。え、そういう問題だってさ、電車の本数だってこっちの方が多いじゃん。そうなのか、そうなのか。え、でもな、きついよな。本当に意味わかんないことしてるよね普通に。いけませんね、本当に。ファンミも通せじゃん、ほんとに。みんなの当選祈願。え、てか、あれかな、今日来るのかな、登録。ちょっとなんか時間かかるかもね、わかんないけど。今日ファボラジですから。今日ファボラジだから。ボラジだから。満月っぽかったねですよねとか言って、ですよねとか言って、ちょっといい話したがないとと思って、いい話しないとって思って、やばい。そう、いい話、ちょっとなんかポジティブな話しないとって思って、やっぱ前髪切ってから家出ないと普通に。やばい、時間ない、時間がない。何？何？え、てか寒いから本当に家から出たくない。なんで、私何のために準備してんの今。え、本当に家から出たくなくてどうしよう。涙出る。涙出る。どうしよう。だって家から出たくないんだもの。家にいたいわけじゃないけどね。やばい、なんかさ、せっかく化粧したのにさ、なんか TikTok の一本でもさ、撮りに行こうかなみたいな。行こうかなじゃなくて撮ってから行きたかったけど、そんな時間は私にはない。何なの。杉谷さんありがとう。いちかちゃん出ないかいじゃん。そうだよ、だから楽しいのよ聞くのが。もうね、自分が出てると楽しくない。あのなんかさ、自分のさ声がキモいなとか思いながらさ視聴しないといけないじゃん。やっぱ自分が出てない回はね楽しいです、聞くのがすんごく楽しいんですよ、楽しいんですよ。やべ、15分だった、危ねえ。テスト勉強。なんか知り合いがさ普通に配信にコメントしてくるのやめるなんか普通にコメントしに来るんだけど、どういうつもり、どういうつもり、どういうつもり、本当に。え、でも来週私だよラジオ。みんな、私まだ収録行ってないから、みんな今日のうちにメールくれた方がいいよ。アドバイス、アドバイス、ネタバレではない、アドバイス。今日なんなら今ぐらいにあのメールくれたらワンチャンあるよ、ワンちゃんな。え、でもな、でも3通ぐらいだもんね読まれるの。ちょっとなんか厳しいあれではあるけど、ちょっと15分経ったから、そんだはちょっとそろそろお家を出ようと思います。え、マジで嫌だかも、マジ嫌だかもマジで嫌かも、本当に家から出たくない。てかなんか私去年さ
持ってたのよ、なんか分厚めのダウンみたいなやつ。でもそれ消えたんだよね。そんなことある？そんなことある？ん？気をつけて行ってきた。お元気でね。お元気でね、意味わかんないか。でも私も今日は朝早いからちょっと頑張ろうかなみたいな。意味わかんない、ごめん、意味わかんないわ。え、ちょっと本当に立ちたくないまあちょっとそんなね、メール考え、ありがとう、送ろうかな、ありがとう。ちょっと暇な時にね、暇な時にぜひ送って、読むから。今日は STU48 のえ、あれ出張公演的なやつ、こっちの方、それともあっちの広島の方なんか。おはよう、おはよう、今終わるとこ気まずい、もう終わるけど元気でね、みんな。ちょマジで足しびれてきたから、本当にさよならって感じ、さよならって感じ。もうさ嫌になっちゃう、寒すぎて。もうすでに寒いから、じゃあね、ありがとう。ありがとうございます。